夢のようだった。ああクロンボ大丈夫？なあ沙織か。大丈夫、いや大丈夫じゃない。顎がバッキバキだ。すまん沙織、お前と一緒に任務へは行けん。ところで今何時だ？どうしてお前がまだこんなところにいる？今明朝3時半だよ。3:30。もちろん任務はもう開始してるよ。沙織、ここはどこだ？なんだか医務室にしては武骨な作りの気が。それにこの騒音は。もうクロンボいつまで寝ぼけてるの？ここは兵員輸送機の中だよ。空の上8000フィート。何？お前はともかく、なんで俺までそんなところにいるんだ？だって一言じゃないんだよ。なんで俺がいるんだ？顎は、俺の顎はぐちゃぐちゃなんだぞ。でもクロンボさっきから元気そうに喋ってるよ。なんだと？お前まさか手加減した？うん、クロンボを怪我させるわけにはいかないもん。なんてことだ。この任務が終わったら結婚するんだ。おい斉藤、あんた婚約者なんていねえでしょうが。
私たちが援護につく。安心して敵大陸までフライトしろ。敵第二波接近。機体統合システム、データリンク完了。マーク2アイボールセンサーを駆使、敵行動を予測。光線索敵。ターゲットエイミング。攻撃の兆候なし。パッシブレーダー切り替え。ターゲットロスト。アクティブレーダー切り替え。ターゲットロスト。赤外線レーダー。ターゲットエイミング。敵温度上昇中。攻撃兆候を確認。全攻撃分析。パターン化完了。敵攻撃耐性パターン適合。7.42 秒後攻撃予測。誤差プラマイ5ミリ秒。エマージェンシー。機体制御システム介入。姿勢安定プログラム改ざん無効化実行。完了。敵攻撃まで 0.5 秒。時間ぴったり。ST03 ストール。なんだ？よし、行くわよ、あんたたち。私たちの世界を守るために。くっそー！今この状況で、どの選択肢がハッピーエンドなんだ？
張ろう、クロンボ。行くよ！第五大陸奇襲部隊、降下！ひゃーはー！行くぜ行くぜ行くぜ！待ってろ地獄で待ってろ待ってろよ！大陸のクソどもが！さあ、行こう、クロンボ。クロンボ。行きたいなら一人で行け。そもそもこんな任務に志願した覚えもない。そもそもこんな任務に志願した覚えもない。でもそんな、私たちがこの任務を成功させないと、どっちみち世界は。こんな任務成功するはずがない。世界各国の軍隊を丸ごと相手に圧勝するような相手だぞ。そんな敵の本拠地に降り立ったところで何ができる。敵重要施設の見当もつかない。敵の中枢があるかもわからない。敵の正体もわからない。目的もわからない。俺たちには何もわからないんだ。もう俺たちはダメだ。無理なんだよ。アメリカが負けた時点で人類の敗北は決定したんだ。そんなの、お前の頭に埋め込まれた戦術コンピューターだってとっくに結論を出してるだろ。人類の勝率、数年前まで行われていたジャンボ宝くじを1枚買って1等に当選する確率、もしくは1年中毎日交通事故で 1.2 回死亡するのと同等の数値。 0% と変わらない。やっぱり不可能だ。分かってたけどな。どっちみち死ぬのにわざわざ苦しみに行く必要はない。負けないよ、クロンボ。訓練の時、辛い時、クロンボはいつも私を励まして助けてくれたよね。当然だ。バディを放っていったらきつい罰を受ける。だからみんな辛そうだったよね。その中で私たちだけがいつも訓練を問題なくこなせた。クロンボがいつも助けてくれるから、私は訓練をクリアすることができたの。
私が一人で大陸に降りただけだったら、きっと私は人類を救うことはできない。世界を救うことはできない。きっとどこかで敵にやられて死んじゃうと思うんだ。そんなの。私はね、クロンボがいればこの任務も成功すると思うの。ムーミだって負けない。クロンボがいれば 0.00001% は 100% になる。クロンボならきっと世界だって救えるよ。私信じてる。ううん、分かってるから。だから待ってるね。まだだ。すまん。まだ一人残っている。なんだと？まだ残っているのか。しかし限界だ。ハッチを閉じる。忘れ物があるんだ。10秒だけ待て。10秒が早すぎるぞ！